皆さんこんにちは、マリアです。さあ今回の内容はこちら。まだまだ質問に答えます、千咲マリア一問一答ということで、いやでもこの間もたくさん皆さんにね質問をいただいて、それにどんどん答えてはいってたんですけれども、全然答えられていない質問がたくさんまだまだありましたので、今回10分間という時間でどれぐらい答えられるかチャレンジしていきたいと思いますので、ぜひ皆さん最後までお付き合いください。それでは早速いってみましょう。はい、ということでどんどん質問に答えていきます。最初の質問はこちら。家族や友人のチケットは無料なんですか？ご招待とかありますか？という質問ですね。これに関してはね、皆さん残念ながら無料でね、友達の分だからとか家族の分だからとか言っていただけるわけではないんですよ。ちゃんと家族も友人もお金を払ってね、チケット購入して見てもらっています。でもちろんね、私が生徒席で取った席を私がお金を支払ってお友達にあげたりとか、あと家族を招待したりっていうことはありますけれども、もともと無料のチケットっていうのはね配布されませんので、はい、皆さんご理解ください。はい。さあそれでは次の質問がこちら。マイクはどこに仕込んであるんですか？という質問ですね。これね、マイク関係のね質問って本当にたくさんいただいてるんですけれども、正直今使っている、今の生徒さんたちが使っているマイクと、私が現役の時に使っていた私たちの時のマイクっていうのが違うんですよ。なのでもしかしたらそのやり方とか機能がね違うので、どういう風にしているかは違うかもしれませんが、あくまで私の時で答えますね。で、私たちの時って、衣装の下にマイク袋ってこう、ベルトみたいなものに袋がついているものをつけていて、この袋の中にマイクをしまってたんですね。で、そのマイクを衣装の下にもちろん仕込まなきゃいけないんですけれども、娘役って、お衣装の下にタイツを2枚ぐらい履いてたりとか、あとはその、下着が絶対に見えては困るじゃないですか。なのでその衣装としてのパンツを履いてたりするんですね。でその中にマイク袋を入れて、あまり表に形が出ないようにして衣装を着込んでいましたね。で男役さんも同じくじゃないですかね。そういう風にマイク袋にしまってマイクを衣装の中にしまい込んでいました。なので結構ね、思ったより目立たないんですよ。マイクも薄いですし、うん、なのでそういう風にね仕込んでましたけど、今どうなんでしょうね、マイク皆さんどうされているのか今度聞いてみたいと思います。はい。さあそれでは次の質問はこちら。宝塚に入った時の夢は何ですか？という質問ですね。宝塚に入った時の夢、もちろんね、私前の動画でもお話ししましたけども、宝塚に入る子たちって当然スターになりたいと思う気持ちはあると思うんですよ。でそれがより具体的になっていくかどうかっていう話なんですけども、私ね、まず宝塚に入った時に歌いたいっていう夢が一番だったんですよ。なので宝塚で歌えるポジション、下級生でも歌えるポジションって何なんだろうってまず思うと、影コーラスに選ばれることで、もちろん影コーラスにじゃあ選ばれました、夢は叶いました、そうするとダブルトリオに選ばれたいって思ったんですよ。でダブルトリオに選ばれることも夢が叶ったんですね、私はね。でダブルトリオに選ばれたら、今度はその舞台上でコーラスメンバー何人かに選ばれたいっていう夢があったりとか、あとはディナーショーに出たい、これはね夢でした、うん、でこれももちろん叶って3回もね、ディナーショー出ることができて、もう本当に嬉しかったのを覚えています。であとは大劇場でやっぱりソロで歌いたいっていう夢はありました。でこれも ありがたいことに本当にね、ショーでも歌わせていただきましたし、お芝居でも歌わせていただいて夢が叶いましたので、私ね本当にね、なんか歌に関しては割と夢が叶ってきていて、なので宝塚に入った時の当初の夢、歌いたいっていう夢は叶ったなって、うん、思っています。はい。さあそれでは次の質問がこちら。友の会に入っていますか？おじいさんは宝塚友の会に入りますか？という質問ですね。これに関してはまず今現状で私は宝塚友の会には入っていません。でも宝塚友の会に入っているというおじいさんは聞いたことがあります。
でさらにあの OG に関してはそういう友の会みたいな OG の会があるんですよ。でこれが法友会っていう会で、その私たちも宝塚友の会のようにその法友会に会費を払って、年会費を払って、でその法友会の集まりに参加したりとか、あとはチケットの、 あのご案内が来たりするんですね。でそういう形であのチケットを取っていただいたりとかっていうのはありますね。なのでどうでしょうね、 OG さんに関しては友の会に入るっていうよりはそっちの法友会、 OG の会に入っている人の方が多いと、うん、思います。はい、あもう半分過ぎた、5分が過ぎてしまった。次の質問はこちら、身近にいるジェンヌさんの年齢って把握してましたか、という質問ですね。これって近い学年の生徒さんの年齢を把握してたかなっていうことですよね。もちろんね、あのそれは把握してました。というのも宝塚って基本的には年功序列で入った学年が全てじゃないですか。なんですけれども近しい学年の人たち、あとまあ自分がねファン時代に見てた人たちって、その中卒で入ったとか高1修了で入ったとか高2修了で入ったとか、そういうのって案外わかるんですよ。近しい学年だと特に話もしますしね、そういう話もしますし、でもちろん一期上一期下に関してはそういう情報を知っているので、なのである程度近しい学年の人たちの実際の年齢っていうのは把握してました。はいはい、それでは次の質問いきましょう。こちら、宝塚のお稽古スケジュールをざっくりと教えてください、という質問ですね。これねちょっと話し始めると長いんですけれども、まず集合日があります。で集合日の次の日からもうお稽古はスタートします。ただその集合日にお稽古スケジュールも張り出されるんですけれども、まあ、大体その本読みが始まってお芝居のお稽古から入っていくことが多いです。でお稽古のこう進んでいくうちに、今日は振り付けの日ですよとか、今日はショーの日ですよっていう風にこう交互にね、あのお稽古進んでいくんですよ。なのでお芝居作り上げて、じゃあショーのお芝居をがっつりやってっていう感じではなくて、お芝居ショーショーショーお芝居みたいな感じでお稽古のね日程も本当にねあのそれぞれなんですよ。でもちろん振り付けの先生とか演出家の先生の都合もありますので、あの約11ヶ月半ぐらいで作り上げていく感じですかね。で、まあ、最後に、荒同士、本同士っていう感じで、お稽古場最後の日があって、で、1日休んで、舞台稽古が、お芝居、あ、そう、お芝居の舞台稽古、ショーの舞台稽古。で、本番初日の朝に、ショー、お芝居って舞台稽古を通して、本番、初日本番っていう感じになります。もうこれね、結構ね、本当に語ると長くなってしまうので、これゆっくりとね、また今度動画でご紹介したいと思います。はい。あ、もうだいぶ過ぎてしまった。次の質問はこちら。財団時の夢を今でも見ることはありますか？という質問ですね。これね、めちゃくちゃ見るんですよ。私すごい頻度で見ますよ。多分。1ヶ月に、そうですね、4、5回見るかもしれないです。なので、あの、全然ね、もう対談して、すごく時間は経ってるんですけれども、全然セリフが覚えられない夢とか、その急いで頑張って、舞台に出ようとしてるのに、全然進まない夢とか、あと、こう、出遅れてしまって、出遅れてるのにまだ家にいたりとか、で、あと、公演がもうスタートしているのに、自分は全く違うところにいる夢とかっていう、本当になんか、舞台にいて楽しい夢っていうよりも、もう舞台に上がる上で絶対にやってはいけない夢を見て、勝手に夢の中で苦しんでるっていう夢をよく見ます。これね、結構 OG さんあるあるですよ。OG の方ってみんな結構これ話します。もうなんか出遅れる夢とか、セリフが覚えられない夢とか、セリフを忘れてしまう夢ってすごい見るよねっていう風にね、今でも話します。はい。あ、じゃあもうこれ最後の質問ですね。最後の質問はこちら。雪組時代、他の組にこれだけは負けないと思う雪組の自慢ってありますか？っていうことですね。これはね、お化粧替えの速さ。うん、もうこれにつきます。これだけはね、絶対他の組に負けないと思っていましたし、日本物に関してはピカイチ。これもね、他の組には負けないと思っていました。はい。ということで、めちゃくちゃ10分間で答えられる質問って3つ。
ね、すいません。ということで今日もね皆さんの質問に答えていきましたけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。この動画が面白かった、役に立ったと思っていただけたら、ぜひグッドボタンを押してもらえると私も励みになります。よろしくお願いします。またねこういう質問コーナーもやっていきたいと思いますので、ぜひどしどしコメント欄にも質問書いていただきたいと思います。はい、それでは今日の動画ここまでとなります。皆さん最後までご覧いただいてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。